ジョン・スミス・ジョン・スミスは、イギリスの軍人、植民受け置い人、船乗り及び著作家である。現在のアメリカ合衆国バージニア州、ウィリアムズバーグ市内に、北、アメリカでは白人による、最初の高級的植民地となった、ジェームズタウンを建設した。スミスは、ポーハタン族インディアンとの異世の間に、州長の娘ポカホンタスと短期間だが交流があった、ことでも知られている。 スミスは1607年から1609年までジェームズタウンを本拠とするバージニア植民地の指導者を務めバージニアの多くの川やチェサピーク湾を探検したロンドンに提出した新世界についてのスミスの報告書はその業績と同様に重要なものであった大勢のイギリス人男女がスミスの切り開いた道に従って新世界に渡り開拓者となったスミスは アメリカ北東部も探検してその地域にニューイングランドという名前をつけたことでも知られている。その時のスミスはここならば誰もが自分の思うところに従って働き土地の所有者になれる。もしその働く手しかないにしても勤勉に働けばすぐに金持ちになれると言って人々を励ました。この力強いメッセージは続く4世紀の間に 何百万人もの白人をこの地域に引きつけ、インディアンの虐殺と領土略奪を生み、インディアン戦争の引き金となったのである。ジョン・スミスは、イギリスのリンカーンシャー州、アルフォードの町近くウィロビーで洗礼を受けた。スミスの両親はそこで、ウィロビー教の古作能であった。スミスは、ラウズのエドワード4世、グラマースクールで教育を受けた。スミスは、 父親の死後16歳で家を出て船乗りになった。スミスはフランス国王アンリ4世がスペインと戦った時に傭兵となり、後にはオスマン帝国とも戦った。1600年から1601年、ワラキア公国のミハイユーカン公が軍を起こした時、ハンガリー王国のハプスブルク家について戦い隊員に昇進した。ミハイの死後、ワラキアのラドシェルバンについて、 モルダビア公国のイエレミア・モビーラと戦った。スミスが捕虜になる前にオスマン帝国の指揮官と三度決闘を行い三度とも相手を倒し殺していた。このことでスミスはトランシルバニア公国のバートリ・ジグモンド公からナイトに助せられ馬を与えられた。しかし1602年に負傷して捕らえられ奴隷として売られた。スミスは後に トルコ人がスミスと恋に落ちた恋人のところへの贈り物として彼を送ったと主張した。スミスはクリミアに連れて行かれ、そこからオスマン帝国の領土を脱出してモスクワ大公国に逃れ、続いてポーランドリトアニア共和国に入った。さらにヨーロッパや北アフリカを旅し、1604年にイギリスに戻った。ジョン・スミスの著作、バージニア、ニューイングランド及び サマー諸島の歴史外観表紙、ジェームズタウンも参照1606年、スミスはロンドンバージニア会社によるバージニア植民地化計画に関わるようになった。この計画はイギリスをジェームズ一世の直居に基づいていた。遠征隊は3隻の小さな船、スーザン・コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリーで1606年12月20日に出航した。 スミスは明らかに航海中の問題児であり、3隻の船を統括していたクリストファー・ニューポート船長は、バージニアに着いたら、スミスを処刑してしまおうと考えていた。しかし、現在のケープ・ヘンリー2607年4月26日に到着した時、バージニア会社からの封をされていた命令書を開けてみると、スミスを新しい植民地の指導者の一人に指名し、 ニューポートはその副官ということになっていた。適当な定着場所を探していた5月14日に委員会議長であったエドワード・マリア・ウィンフィールドがジェームズタウンとなった場所を選んだ。イギリス人たちはジェームズタウンで地元のインディアン部族であるポーハタン族と聖なるパイプによる和平の儀式を行い、これを機にポーハタン族は白人たちに援助の手を差し伸べることになった。 ポーハタン族はこの和平の儀式でイギリス人たちと和平を結んだ。インディアンにとって聖なるパイプの誓いは絶対である。したがって、この後スミスが言いふらしたポーハタン族によってイギリス人入植者が脅かされたという逸話はすべて嘘である。天候が荒れ、水は不足し、アルゴンキンゴ族インディアンの攻撃を受け、植民地はほとんど破壊された。スミスは イギリス本国に戻った10年近く後になって、突然、1607年12月、食料を求めて近穂に川沿いを進んでいる時に、ポーハタン族に捕まり、その州長は紛争な国に、ベローコモコという彼らの集落に連れて行かれたと、不意調し始めた。スミスは、この時ポーハタン州長が、スミスの処刑を命じ、百叩きによって殺されかけたが、 これを見た州長の娘の幼いポカホンタスが、スミスの体の上に身を投げ出して、彼をかばい、命を救われたと回顧録で発表したのである。私が処刑されようというまさにその時、彼女は危険を犯して、私を救うために考えられるあらゆることをした。それだけでなく、彼女の父親を説得して私は、無事に、ジェームズタウンに送り返された。このインディアンの社会システムを無視した。 美談は合衆国の教科書にまで載せられ、現在もあたかも真実のように語られている。これ以降、ポカ・ホンタスは白人を救った良いインディアンの象徴として祀り上げられ、インディアンたちに現在も過婚を残している。1608年、この年、スミスは再びポカ・ホンタスに救われたと、後に吹調した。スミスと他の植民者数人がポーハタン集長によって、 ウェロコモコに有効なために招かれたが、ポカホンタスがスミスたちが滞在している小屋にやってきて、防波坦がスミスたちを殺そうと計画していると警告した。この知らせでスミスたちは紹介のものを立て、攻撃は結局なかった。このスミスの再度ポカホンタスに救われたとのブユーデンもスミスの作り話と見られている。後にスミスはジェームズタウンを離れて、 チェサピーク湾の辺りを探索し、植えた植民たちの要求する食料を探して、およそ3000マイルを動き回って、地元のインディアンたちから食料を略奪した。1608年9月、スミスは地域委員会の議長に選ばれ、規律を重んじる政策を打ち出し、農業を奨励するために、有名なケーク、働かざる者、クーベカラズを作った。植民地は、 スミスの指導の下でインディアンの領土を奪いながら拡大成長をした。スミスの植民指導者としての手法は、ただ先住民インディアンに対する脅迫と略奪に寄っていた。食糧難に悩まされたこの時期に、スミスは、ポーハタン族のオプチャンカノー州長を人質にとって脅迫し、食糧調達を行っている。スミスの証言によれば、この人殺しのオプチャンカノーを捕まえ、 彼の頭の長い巻毛を取り、彼の胸にピストルを当てて、私は彼の大部隊の中のその家から連れ出した。我々が別れる前に20トンのトウモロコシを我々の船に積むよう約束させたとある。インディアンたちにすれば、白人がいきなり押しかけて調停者である州長をお拉致し、食べ物をよこさなければ、州長を殺すと脅迫してきたのである。インディアンたちはもちろん、 この残虐な侵略者に対して戦いを挑んだ。1609年、ポーハタン族インディアンとバージニアの白人植民者との間に全面的な戦争が起こった。スミスは火薬入れに入れていた火薬の失火で重傷を負った。スミスは治療のために1609年10月にイギリスに向かい、その後バージニアに戻ることはなかった。ジョン・スミスが出版した。 バージニアの地図1614年、スミスは再びアメリカに渡り、この時はメインとマサチューセッツ湾の海岸を航行し、その地域をニューイングランドと名付けた。さらに1615年、2回目のニューイングランドへの旅を試みたが、アゾレス諸島でフランスの海賊に捕まえられた。スミスは数週間後に逃げ出し、フランスに戻った。そこでスミスは、 この2回の旅行記を A Description of New England として出版した。その後のスミスはイギリスを離れることがなくなり、余生は著作の執筆に勤しんだ後、1631年に死んだ。スミスの著書にあるポカホンタスが身を提して、スミスを処刑から救ったという逸話については、スミスの著作が唯一の資料であり、1860年代以降、 白人の間でその真相について疑いを表明するものが多くなった。その疑いの一つの理由は、バージニアに関する著作が2冊、早くに出版されたにもかかわらず、この出来事に関する記述がなかったことである。ポカホンタスによって救われたということをスミスが書き記したのは、出来事から10年、近い後の1616 16年、案を日に、ポカホンタスを遺言を持って待遇してくれるよう、 懇願した手紙の中のことであった。ポカホンタスはこの年から翌年にかけて、イギリスに渡り、国王に越見していた。スミスの話を出版するまでの空白の時間は、スミスがポカホンタスの印象を強くするためにその出来事を誇張したか作り上げたという可能性がある。しかし、ルメへの最近の著作では、スミスが初期に出した本は主に地形や民族学的な記述であり、 個人的な経験を差し挟む余地がなかったので、1616 16年の時点まで出来事を記す理由がなかったとしている。19世紀後半の著名なハーバードの歴史家、ヘンリー・ブルックス・アダムズは、スミスの主張の中に英雄ぶりを見ようとした。アダムズは、スミスの述べるポカホンタスに関する話は徐々に殉職されていき、現代にはありえないような厚かましい嘘を作り上げたと語った。 スミスが誇張する傾向があったということでは歴史家たちが概ね一致するところであるがスミスの証言はその人生の基本的真実を語ることでは守備一貫していると思われるアダムズのスミスに対する攻撃はアメリカ南部の歴史の象徴を貶める試みであり南北戦争に向かっていた時代の政治的背景を考えて動機づけられたものであったアダムズの影響を受けて スミスを攻撃したジョンパルフリーは、アメリカの基礎を築いたものとして、南部の入植に対抗するニューイングランドの位置づけを評価していた。スミスの証言の心眼をめぐっては何、世紀にもわたって議論が続けられることになった。歴史家のカミラ・タウンゼンドは、同時代の人々の評価としてスミスが、評判のホラ武器であり、大胆、不適さを装い、 彼の仲間の移住者たちの中で最もインディアンをこき使いたがる傾向を指摘している。また、この逸話自体はオリジナルなものでもなく、実際にこの美談の元ネタになったと見られるエピソードがスミス以前にある。1539年にアメリカ南東部を探検したスペイン人のエルナンド・デソド・ソトはフロリダで出会ったオランダ人捕虜のファンオルティスから、 インディアンのヒッリヒグア州長に生きたままあぶりにされかけたが、州長の娘の頼みで命を救われたという、全く同じ筋書きの心理不明の話を聞かされているのである。この美談の中でスミスは救出されたと述べているが、実際には単に部族採用式としての死と再生を象徴する儀式に加わっただけだとする専門家の意見が指摘されている。しかし、 デイビッド・エイ・プライスが表したジェームズ・タウンの愛像では、これが単なる推測に過ぎず、ポーハタンの儀式についてはほとんど知られていないこと、北アメリカの他のインディアンには、そのような儀式に関する証拠がないことを挙げている。これに対し、歴史家アンジェラ・エル・ダニエル・シルバスターは、ポーハタン族の構成部族の一つマッタポニ族の、リンウッド、リトルベア・カスタロー博士との協調の中で、 ポカホンタスが当時11歳だったことを挙げ、ポカホンタスは子供であり、子供がそのような式典、儀式に出席することは許されていないと述べ、この記述を否定しており、さらに、カスタロー博士の兄で、マッタポニ族の州長、カール・ローン・イーグル・カスタローは、この著書に寄せて、インディアンに対する差別と、我々の見解が嘲笑されるのではないかという恐れのため、我々はこれまで、 ポカホンタスの実話を語ることを考えてこなかったと述べている。また、スミスは、ポーハタン州長が彼の処刑を命じたと書いているが、そもそもインディアンの州長は、指導者ではなく、また、インディアン社会に、処刑を命じるような権力者はいない。また、これが、儀式だったとすれば、これを取り仕切るのは呪いしであって、州長ではない。ポーハタン州長が部族民に、スミスの処刑を、 命令するというのもインディアンの社会ルールからして不自然である。ジョン・スミスはインディアンの州長を主張のような部族長と捉え、終始一貫してそのように扱い、植民地拡大を有利にし、部族を支配するために州長を人質にし、命令し、脅迫している。しかしインディアンの社会は合議制民主主義であり、州長は朝廷者であって支配者ではない。 植民治領土についてスミスが防波端州長と取り決めをしたとしても、これは部族民の総意を取り付けたものではない。この地域のインディアンは、部族の決め事はすべて、ロングハウスという会議場の中で、大いなる神秘のもと、会議の火を囲んで、聖なるパイプを回しのみし、州長や部族民の合議のもとに決定するのである。そもそも、スミス自身が、 インディアンの社会を理解していない。スミスら白人がポーハタンの土地に上陸した時、ポーハタン州長たちポーハタン族は、この侵略者たちを艦隊し、兄弟として食べ物を分け与え、彼らを援助した。インディアンの全てを共有する文化のおかげで生き延びた、スミスは、彼らを裸の野蛮人と呼び、暴力を駆使してその領土を奪い、虐殺したのである。 ポカホンタスの出身部族ポーハタン族のロイ・クレイジー・ホース州長は部族の HP でポカホンタスの神話と題しスミスやロルフがポーハタンを食い物にしたと述べまたこの中でロンドン時代に偶然スミスと会ったポカホンタスが激怒し彼を嘘つきと叫んだ記録を指摘しスミスはロンドンで関心を得るためにこのような作り話を絶造したのだろうとしている 真実が何であったにしろ、このポカホンタスとの出会いは、スミスをはじめとするジェームズタウンの植民者とインディアンとの友好関係を、ほんの一時期だけ築いた。しかし、武力を背景とした白人の植民地拡大は、インディアンにとっては、侵略に他ならなかった。白人と敵対するインディアン部族は、次第に増え、植民地戦争はすぐに再開されていく。インディアンを終始、 子供扱いし、裸の野蛮人と呼び続けたスミスは、この野蛮人についていくつか報告書を描いている。その内容は、合議制であるインディアンの社会を、君主制の身分社会とし、州庁を俗長とするデタラメなものである。ニューイングランドの解説表紙、スミス船長の記念碑は、ニューハンプシャー州海岸のスター島という小さな島にあるが現在破損したままである。 1864年に建立されたが、この年はスミスがこの地を訪れてから250周年であった。最初の記念碑は、背の高い柱が三角形の基礎の上に立っており、頂上に行くには、花崗岩の支柱と、頑丈な鉄の手すりで囲まれた一連の階段があった。最初のオベリスクの頂上には三つの顔が彫られており、スミスがトランシルバニアで軍人として戦った期間に殺した三人の、 トルコ人の切断された頭を表していた。1914年、ニューハンプシャー州植民地戦争協会が300周年を祝うために記念碑を部分的に修復して再度建て直した。この記念碑は荒々しい海岸の冬の気候にさらされて痛みが激しく、花崗岩に掘られた碑文はほとんど擦り切れてしまった。ありがとうございます。